はい、どうも皆さんこんにちは。今日は、3月25日の月曜日です。今日はですね、ちょっとあの皆さんに紹介というかがあって、動画を撮ってます。殺風景なこの事務所で、いつもの事務所ですいませんけど、あの実はですね、僕はねこのチャンネルでは陸上の競技に関することをね皆さんに発信しているわけなんですけども、僕はあのそもそも陸上を始めたきっかけっていうのが、そのやっぱり家族がちょっと病気になって、健康の大切さとかね、そういったことを改めて考えさせられて、それからきっかけで、まあ、陸上をね始めて、今ねこうやって走ってます。もうとにかく健康っていうのが何をするにも一番大事なことなので、ぜひですね、私流の私の考えの中で、いろんなことをね、調べてまた実践していった中での健康方法だったりとか、まあ、ストレス解消方法だったりとか、まあ、運動のことから食事のことから、まあ、いろんなねその健康に関する情報を発信していきたいなっていうふうに思ってますので。まあ、若い子たちも、まあ、できればねチャンネル登録していただけると、嬉しいんですけども、まあ、特にね中高年の皆さん、だんだんですねあの加齢とともに体にガタが来て、病気になりやすかったりとかね、そういうことが増えてきたりとか、まあ、ストレスもそうなんですけど、本当にね大変な日々をいろいろと家でも仕事場でもね過ごしていると思いますので、何かねこんなチャンネルが皆さんのねお役に立てたらなと思いますので、まだちょっと動画の方はね一個もまだ作ってアップはしていないんですけどもね、これからタイミングがあったらねどんどんそちらの方もアップしていきたいなと思いますので、とりあえずはチャンネル登録をしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ということでですね、こちらの陸上の方のチャンネルも、健康の方の、ヘルシーライフの方のチャンネルもですね合わせて、楽しんでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではまた、さよなら。